猿の羽を渡しただと。アンの銀座塔は戻ってきたんじゃない？どうして猿はここまでしてくれたの？あの妖精は君の銀座塔の在りかを聞き出すためにブリジットに羽を渡したんだよ。あ、どうしたの？グレンさん、さっき話をした子を連れてきましたよ。アン・ハルフォードと申します。昨日ブリジットが連れ帰ったあの妖精だね。そうです、私たちずっと一緒に旅をしてきて。早速明日から働いてもらおう。待って、お父様本気なの？わかりました、ページ工房派の職人頭として働きます。で、あの妖精のことだが、もし君が我々の期待通りの働きをしてくれたら、私は君に返すつもりだ。わかったわ。でもあの子が何もできなかったら渡さない。みんなひどい。騒がしい。アンはここで働くわ。それで仕事をうまくこなしたら、お父様はあなたの羽をアンに返すって。うまくいくはずがないわ。この先もあなたは私のものよ。命令よ、あの子に絶対に会わないで。会えばあなたを罰するわ。